頭が頭痛。皆さんこんにちは、チョロです。冒頭の言葉の間違い気づきましたか？今日はやりがちな言葉の重複をご紹介します。皆さん、チョロが冒頭でお伝えした頭が頭痛、これって言葉が重なっていると気づきましたか？このようにですね、間違えることは、まあ、誰にでもあるのでしょうがないんですが、特に書き言葉で間違えてしまうとちょっと幼いイメージを与えてしまうような言葉の重複をご紹介していきたいと思います。重複というのは同じ意味が重なってしまうものですね。例えば先ほどの頭が頭痛とか、馬から落馬とか、凍った冷凍みかんとかですね。このように頭痛という言葉なら頭が痛いと思う漢字で書いているので、頭が頭痛だと意味が被ってしまってますよね。こういったものが重複です。ではよく間違ってしまう言葉の重複を何個かご紹介します。まずはこちら、加工ですね。正しい使い方は、原料に加工をして製品にするとかですね。よくある間違いは、原料に加工を加えて製品にするというものです。加工という言葉は本来工夫を加えるという意味を持っているので、加工を加えるだと加えるの意味が重複してしまいます。二つ目、こちら炎天下ですね。これからの季節でよく耳にする言葉だと思います。正しい使い方は、運動会が炎天下で行われたです。間違った使い方は、運動会が炎天下の下で行われたです。炎天下という言葉は、炎天、めちゃめちゃ暑い天気の下なので、炎天下の下の部分に元という意味が含まれています。つまり炎天下の元だと元の意味が重複してしまうんですね。3つ目、こちら学校とかでもよく使う言葉ですよね。過半数です。正しい使い方は、生徒会長の投票でチョロは生徒の過半数を占める票を得ました。誤った使い方は、生徒会長を決める選挙でチョロは過半数を超える票を得ました。皆さんも間違い気づきますか？過半数という言葉自体に、漢字で見ると半数を過ぎると書いてあるので、もう半分は超えてる状態が過半数です。ということで、過半数を超えるにしてしまうと超えるが被っちゃうんですね。4つ目、こちら追い込みです。これもよく耳にする言葉ですよね。正しい使い方は、締め切り前に追い込みをかけるです。誤った使い方は、締め切り前に最後の追い込みをかけるですね。これは漢字で見るとわからないので、あれ何が違うのと思われるかもしれません。ただし、追い込みの本来の意味を考えてみると、競争とかお仕事、長期間で何かをしている時とかですね、の最後にもう一踏ん張りと力を入れることが追い込みなので、最後の追い込みだとちょっと意味が被ってしまうんです。話し言葉ではそんなに気にならないかもしれないんですが、ちょっと日本語に詳しい方だと分かってしまうので、書き言葉の時に気をつけたいものですね。最後はちょっと意外かもしれませんが、こちらもうだいぶ経ちましたが、元旦ですね。これは結構間違えて使ってらっしゃる方もいるかもしれません。正しい使い方は、元旦に綺麗な日の出を見たです。誤った使い方は、元旦の朝に綺麗な日の出を見たですね。これもあれ意外と思われる方いるかもしれません。実はよく漢字の意味を考えてみると、元旦の旦の字は夜明けとか早朝という意味を持っています。なので元旦とすると、元日の朝という意味になるんですね。ということで、もう一つの誤りとしては、元旦の夜はありません。朝と使いたいのであれば、1月1日の朝とかにすると OK です。元旦というと1月1日全部というイメージがあるかもしれないんですが、実は朝限定の言葉なので、ちょっとだけ気をつけて使ってみてください。他
他にもいろいろな言葉の重複があるのですが、今回はこちらの5つをご紹介させていただきました。いつも言いますが、完璧な日本語を常に意識して使う必要はありません。間違いを絶対しちゃいけないとは思わなくて大丈夫です。ただ例えば誰かに提出するものだったり、お世話になった人に見ていただくものだったり、あとは目上の人との会話ですかね、そういった時にはちょっとだけ気をつけて言葉を選んで使ってほしいなと思います。今回お伝えした言葉の重複は、間違えて使ってらっしゃる方も結構いるものだと思います。ただ人の間違いをその場で訂正するのはマナー違反ですよ。この言葉重なってないかな、意味大丈夫かな、ということをちょっと気にして日々の言葉の使い方を考えてみてくれたら嬉しいです。今回はチョロが間違いがちな言葉の重複についてご紹介いたしました。この動画が少しでも面白いな、ためになったなと思ってくださる方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたねー。